に採用する方向へ進んでいます。今回は、日本で採用かと思われていたポンプジェット方式は、やっぱりやめについて、詳しく見ていきます。日本は、開発している磁気電池が、リチウムイオン電池の100倍というものも、来出ています。あとは、安全の問題でしょう。静粛性では世界トップの、潜水艦には、驚くような機能も装備されています。海上自衛隊の潜水艦に、ポンプジェット方式エンジンが採用されないのでは?という推測が多くなっています。そうなった場合、リム推進、円筒状の、リムの中をスクリュー、プロペラが回転する方式が、採用される可能性がありますが、このリム推進方式は、短距離の方向転換用に開発されたものなので、7枚のブレードを持つスクリューの代わりの推進機として、研究されたものではないのです。ですから果たして実用的なのかという、不安があります。ましてや、ポンプジェットは、ATLA 内で、きちんと研究されているのかも。疑問です。このポンプジェットは、原子力推進艦に採用するのが一般的で、アメリカ海軍ではバージニア級、ロシアでは亡霊級 SSBN に、採用されているそうです。ディーゼル電気推進艦では、水中を高速で移動するのは厳しいものがあり、いくらリチウムイオン電池が高性能だとしても、現在のところ実現性はかなり低いのではないかと思われます。ちなみに、ATLA というのは防衛装備、アクイジション、テクノロジー&ログイスティクス、エージェンシーのことです。防衛装備品の開発や管理などの業務を主体として担っている省庁です。ポンプジェット方式が仮に将来潜水艦ポスト3000トン型に採用されるとすれば、収益後に試験潜水艦となる予定の 29SS を試験艦として採用することになるかもしれません。現時点での海上自衛隊の潜水艦戦略というのは、あくまでも、戦略上優勢になるチョークポイントに、おとなしで潜み、通過しようという、敵艦船、潜水艦を撃沈するという戦法でした。しかし、仮に、海自の潜水艦に、ポンプジェットエンジンを搭載したとすれば、潜水艦の戦略が、大きく変化したことになりそうです。チョークポイント?チョケ?ポイントというのは、海洋国家にとって、地政学上の概念の一つです。海上で勢力を維持するために、戦略的に、重要となる海上水路のことを指します。日本にとっては、中国と揉める最大の原因といっても、いい尖閣諸島が、その代表でしょうね。さて、潜水艦にとって有利なのは、存在をないものとされる。見つけられないことですよね。潜水艦が発見される原因の一つが、エンジン音と言われます。だからこそ、極力、エンジン音の低いものを、採用する傾向があるのです。しかし、ポンプジェットです。音はソナーに、探知されやすいでしょう。なのに、あえて、そのポンプジェットをつけるということは、今までのように、
日本近海のチョークポイントで敵を待ち伏せする戦術ではなく、南沙諸島や西砂諸島に進出し、敵中国の空母や原子力潜水艦を捉える戦術に大きく方向転換したのではないだろうかと推測されるのです。また、2019年6月17日から19日の3日間、幕張メッセで開催された MAST アジア2019の三菱重工のコンセプト潜水艦に描かれていた。新型潜水艦には通常動力型という正し書きがありませんでした。ポンプジェットを採用するなら、発電装置が原子力推進型あるいは、核融合炉になる可能性すらあるということです。非核三原則を国是とする。日本に原潜というのは考えにくいのですが、世界情勢が変わっていますから、何とも言えないですね。原潜建造に舵を切ったら、原発問題にも影響があると思われます。原潜に関するニュースを紹介しましょう。ここ、しばらく進展状況が聞こえてこなかったアメリカのロッキード社が開発中の核融合炉ですが、間もなく実用化できるというニュースが流れてきました。次世代潜水艦が設計される予定の2030年頃には、日本とアメリカの共同で核融合潜水艦の研究が始まっているかもしれません。核融合炉であれば、原子力とは違うので、日本の世論も納得の方向に進むかもしれないですね。と言っても、核というものに対する不安感は多くの人が持っているはずです。政府や関係者には、丁寧で責任ある説明や、説得が必要になるでしょうね。将来の潜水艦、ポスト3000トン型では、次世代の固定電池、リチウムイオン電池の3から5倍のパワーがあり、経費は3分の1、充電時間も3分の1という優れもの次々、世代電池である、リチウム、亜鉛空気電池 MG、硫化物、フッ、化け物金属電池等々の研究が進んでいます。特に、次々、世代電池は、次世代電池の性能をはるかに超える能力と言われ、一説には、リチウムイオン電池の100倍近い高性能電池になる可能性も、考えられるそうです。ポスト3000トン型で、燃料電池が採用されるかどうかは不明です。ディーゼルエンジン&超高性能電池が採用される可能性も高いようです。個人的な意見ですが、燃料電池こそ通常動力型潜水艦が原潜と対峙できる必須アイテムではないかと思われるのです。優れた瞬発力で水中高速を出した後、海面でシュノーケルで充電するか、海底において燃料電池で充電するかという選択肢がある方が、潜水艦としての生存力は高いと考えます。非常に高性能な電池が登場したら、水中を高スピードで移動しても、戦闘海域外ですぐさまシュノーケルや燃料電池で充電すれば良いわけです。となれば、核融合炉の実用化を待たずに、原潜を超える潜水艦が建造できる可能性も出てきます。ということは、海自の次々世代潜水艦が
ポンプジェットであるという説もあながち間違ってはいないということになりますね。もし蒸気のように夢のような優秀な電池が完成すれば、ほとんど無音で、しかも原線並みの高速巡航速度、水中3040ノットが可能になる見込みです。こうなったら、今活躍している原子力潜水艦は巨大な鉄くずとかすでしょう。